なんと幸せなことでしょ。何か抱負はないのですか。そうですねこの1年、うん、なんか私大人になりたいんですよ。大人の女、大人の女、素敵なレディー。そうなんですよ。なんかまあ毎年思ってはいるんですけど、ちょっと子供っぽいって言われることが多いので、大人っぽさが欲しくて、なんかこうバーとかに行けるような大人イコールバー、行きつけのバーとかがある女になりたいなって思うんですけど、でも私から見るともう安野さんがもうほんわかした理想のお姉さん像なんですけど本当ですか。そうね、結構みくちゃんよりは上な自覚はありますけれどもいやもう本当にいつもアフレコ現場とかでもこう優しく声かけてくださったりとかしてて、今回そのアクアトープでね、うん、その伊藤さんと一緒にご一緒するのは、はい、アフレコは初めてでしたよね。そうだったんですよ、うん、フェスとかでご挨拶させていただいたりとか、一回ねアニマックスミュージックスかな、はい、楽屋までご挨拶に来てくれて、ね、すごい嬉しかったんですよ。その時ぶりみたいな感じではあったんですけど、うん、そうそう、どうしたら大人になれるんだろうって安野さんみたいになるにはどうしたらいいんだろう。大人の階段、うん、そうね。じゃあ日本酒を飲んでみるといいかもしれないよね。どうですか、お酒は好きなんですか。お酒、あの梅酒オンリ ー、 おばあの梅酒オンリーなんですけどぴったり。あ、でもそしたら結構その梅酒って焼酎でつけたものと、まあ、ブランデーでつけたもの、日本酒でつけたもの、いろいろあるんですよ。そうなんですか。そう、ベースのお酒何でつけたかみたいな、日本酒でつけた美味しい梅酒もあるから、そこを入り口にするのも大ありだと思います。わー美味しそう美味しいよ、うん、もう日本酒とか梅酒もそうですけど、うん、お好きなんですか。そうですね、私も結構その日本酒好きキャラっていう感じですかね。あ、キャラすごい強いわけじゃないんですけど、もう日本酒飲み始めてから割とずっと一途に日本酒を愛しているという感じ。すごい、ご飯とかにも合うって言いますし、ね、そうなんですよ。日本酒とかだと日本酒食いってして和食チビチビみたいなのが様になったらもう素敵な大人だと思う。大人やちょっと自分で作っちゃったりなんかもして、ね、